金鹿、1941年2月4日台は、大韓民国の詩人、思想家。ペンネームの鹿は、鹿に由来するとも言われる。1941年、全羅南道機浦市に、映画技師の一人息子として生まれる。中学時代から試作を始め、ソウル大学校美術大学美学科在学中から、試作を発表する。在学中に4.19学生革命に参加。 以降も、学生運動を主導し、当局から逮捕拘束される。1961年、5.16、軍事クーデターでの牧政規政権登場以降、反政府活動を強める。1970年、牧政規大統領体制を鋭く封死した、長編士、豪族を発表し、反共法違反容疑で拘束される。当局からの逃亡生活を余儀なくされるが、 地下活動を続け、軍事政権下で民主化運動をリードした。1971年末には日本でも、長編誌、五族は、長い暗闇の彼方にというタイトルで、日本共産党、赤旗記者だった、萩原良によって翻訳され、禁止下の名前が日本でも広く知られるようになった。百七十四年、大統領緊急措置により死刑判決を受けたが、一旦は釈放。 しかし、釈放後に、東亜日報に掲載した手記、苦行マイナス1974で、人民革命党事件の劣造を批判したことから、反共法違反により再逮捕、死刑判決。東国に対して、ジャンポール・サルトルや大江健三郎、鶴見俊介などによる、国際的釈放要求の声が湧き上がり、1980年12月、再度釈放される。 通算7年にも及ぶ、極中生活に対し、軍事政権の言論弾圧に屈しなかったとして、ロータス賞、クライスキー人権賞、意外な詩人賞を受賞。以降、施作以外にも、随筆や弾論集を発表し、パンソリや仮面劇の伝統を生かした、桜俗化、ヒ護などを発表。1982年頃からは、地域自治を提唱するサルリム運動や環境問題、 消費者共同体運動、東アジアの伝統を見直す活動など、施策以外にも活動を広げる。しかし、生命運動などを通じて、神秘主義的な言動が顕著になったことで、民主化運動に対する思想転向と受け止める者も,も現れ、韓国内では賛否両論を巻き起こした。1991年4月には、明治大学校生の協計大王立氏事件を、 定期に起こった一連の昇進自殺事件に対して、その抗議姿勢を批判して1991年5月5日付の朝鮮日報コラムに死による来産を止めよ、とのアピールを出している。この文章は国内に激烈な反響を引き起こす。自身の政治的立場は中道進歩としており、1998年から2008年の10年間続いた進歩政権、特に ロブ原政権については、厳しい批判をしている。2007年の大統領選挙では、ソウル大学時代の先輩で信仰が深い孫、鶴系支持を表明。2012年代韓民国大統領選挙では、自身が弾圧を受けた時の大統領である、牧世紀の長女で、与党、セヌリ党の大統領候補となった牧久根支持を表明した。 1998年12月に日本を初訪問。2013年1月4日、最新で民生学連事件の権威について犯罪の事実なしとして無罪判決が下った。なお、漢字復活論者でもある。妻の母は作家の僕影とし、ありがとうございます。